上条 20th anniversary best grand finale ZEPP ダイバーシティ東京へようこそ。今宵は20年に一度のスペシャルな夜、楽しく激しく美しく最高の夜にしようぜ。改めて紹介します。ニューソノミギター綾、ニューソノミベースユウ。さあ綾、楽しんでいこうね。いけるよねユウ。さあお前たち、噛みつく準備はできているか。
It's still haunting us. Modern people's minds are locked up in this ghost prison. Let our minds break through the prison walls. Drums, Malky. This is busting.
ありがとう。おかげさまで、僕上条、世界中の老若男女に愛していただいております。今日もいろんな方々がいらっしゃってる。ここから見るだけでもと言いたいんだが、ちょっと見えない。 Please please。 顔が見えた。いろんな顔があるな、おい。当然だ。こうして男の子、女の子、おじいちゃん、おばあちゃん、ひいおじいちゃん、嘘、いろんな方々に応援していただいて、この20年歌ってこれました。本当にありがとうございます。そんなことを昨日考えていたらね、すごいことに気がついてしまいました。男の子たち、よく聞いて、よく聞いて。例えば、もし君たちが山奥の温泉に行ったとする。その温泉にはね、このステージにあるような真っ白なスモークのような湯気がね、たっぷりと立ち込めているんだ。でもね、その湯気がさーっと引いたと思ったら、 SE も鳴っていないのに、まさかのマッパの上条。そんな可能性を男性諸君、君たちは秘めている。わかるか、この可能性を。わからないか。いや、まあ僕にとっては危険性なんだよ。とりあえずお前たち、今度一緒にお風呂入ろうか。男の子も女の子も禁じられた領域へ行っちまおうぜ。行ってしまおうぜ。行こうぜ。
してるのは泡のような儚さと